皆様こんにちは、コスモダーツプレイヤーの鈴木浩太です。本日は私のダーツのセッティングを紹介したいと思います。こちらになります。全体的に短いセッティングになってます。そしてまずフライトから紹介したいと思います。フライトは、フィットフライトエアのシェイプですね。シェイプを使ってます。柄は、お店の周年の時にオリジナルで作っていただいた柄を使ってます。そして今、気になって投げているのが、フィットフライトプロの D タイプの5番と V タイプの5番を投げてます。D タイプですね。 D タイプに関しましては自分の周りでも本当に評価が高いんで、ぜひ皆様一度投げてみてください。続きましてシャフトになります。シャフトは、フィットフライトカーボンシャフトノーマルスピンの3番です。はい、スピンタイプなんで回ります。自分はあまり飛びがいい方ではないんで、当たった時に回って入ってくれたらいいなと思って使ってます。はい、続きましてバレルです。バレルは現在プロトタイプを使っています。はい、ショートトルピードタイプのバレルですね。もうこだわりはもうカットですね。カットにすごいこだわって何回も作っていただいて、とても今いい感じですね。はい、販売は未定ですが、もし販売が決まりましたらぜひ一度手に取って投げていただけたらなと思います。そしてチップですね。チップはフィットポイントプラスの白色を使ってます。白色は基本的にフライトを白色使うんで、統一感を持たせて白を使ってます。最後にはなりますが、今みんなとても大変な時期ではありますが、またみんなで楽しくダーツを一緒に投げれるように一緒に頑張りましょう。以上、鈴木浩太でした。バイバイ。